皆さん、こんにちは。大和撫子や家政婦の三田などの大ヒットで知られる女優の松嶋菜々子さん、俳優の反町隆史さんと結婚したことでも有名ですよね。華やかな芸能生活を送っているかと思われた松嶋菜々子さんですが、下積み時代はどうやら苦労したようです。また一時期女優休業報道の噂がありましたが、一体どうなったのでしょうか。そこで今回は松嶋菜々子さんの過去の黒歴史や休業の噂、反町隆史さんとの不仲説などについてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。松嶋菜々子さんはセブンスアベニュー所属の女優、ファッションモデルです。夫は俳優の反町隆史さんで、本名は野口菜々子と言います。神奈川県横浜市出身で、生年月日は1973年10月13日。1991年に旭化成水着マスコットガールに選ばれたことをきっかけに芸能界デビューします。当時18歳だった1992年から女性誌ビビの専属モデルを務め、同年にドラマ社長になった若大将で女優デビュー。1995年にはバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですのコント近未来警察07に7隊員役として出演していました。1996年に NHK 連続テレビ小説ひまわりのヒロイン役に抜擢され、メジャー女優の仲間入りを果たしました。その後、綺麗なお姉さん2代目、映画リング主演、ドラマ GTO で人気を集め、2000年のドラマ大和撫子では視聴率 30% を超える大ヒットを記録しました。2001年にはテレビドラマ GTO で共演した反町隆史さんと結婚を発表。反町さんとは共演をきっかけに知り合い、当初は雑談する程度の仲でしたが、美男美女同士で同じ演者という立場もあり、すぐに意気投合。世間から絶大な人気を誇っていたお二人の結婚報道は当時大きな話題となりました。そんな松嶋さんですが、2019年12月17日付の週刊誌女性自身にて、松嶋菜々子が来年女優休業へ、長女の英国留学に同伴で決断と報じられ、それに続くように多くのメディアもこれを報じました。しかし松嶋さんの所属事務所セブンスアベニューは同日に公式ホームページで事実無根として松嶋さんの女優休業説を完全否定。所属事務所が発表したコメント全文がこちら。女性自身の記事について本日配信等で記事になっております。松嶋菜々子の女優休業報道ですが、事実無根で誤った内容です。レギュラー番組のお仕事関係者の皆様にもご心配をおかけしましたので、ここできちんと訂正させていただきます。本人のプライベートや子供に関わることは、これまでも今後も事務所として取材に応じるつもりはありませんし、憶測で嘘の記事を書かれることにとても困惑しております。ご心配をおかけして申し訳ありません。今後とも引き続きよろしくお願いいたします、と一連の報道に対して厳しいコメントを発表しています。これにより松嶋さんの女優休業説はガセであることが明らかになりました。ところで松嶋さんと反町さんの間に誕生した2人の娘が現在何をしているのか気になりますよね。お二人の結婚報道が大々的にされたので、誕生した子供についてもすぐに情報が出てくると思われたのですが、残念ながら生まれた年は明らかにされていますが、顔写真はおろか名前すらメディアが発表していません。マスコミにとってみれば売れるネタなのは事実なので、発表しないのは何か裏があると考えるのが自然でしょう。子供に関する情報が全くない謎について芸能関係者は次のように説明しています。松嶋菜々子さんがマスコミを相当嫌っています。子供の情報は絶対に流さないと、かなり神経質になっているのです。そのため写真や名前の公開をしていません。メディアに知れ渡ると子供の成長に支障が出ると考えたのかもしれませんね。確かに一般人ですし、これから多感な時期を迎える女の子ですから、子供を第一に考えるならこうした対応になるのは理解できます。子供の名前はネット民の推測によって長女があかり、次女が茜だとしていますが、決定的な証拠はありません。また松嶋さんは教育熱心な方針を持っており、
夫の反町さんは松島さんの考えを全面的にバックアップしているそうです。長女は当初慶応幼稚舎に入学するために小学校のお受験を専門的に扱うプレスクールに通っていました。ところがこの慶応幼稚舎は家計に慶応義塾に合格した人がどれだけいるかや莫大な寄付をしなければ入学することができません。つまり赤の他人が気軽に入れるほど甘い世界ではないのです。松島さんはその牙城を目指したわけですが、あえなく撃沈。慶応幼稚舎を不合格になった長女はこちらも名門の東京女学館を受験し無事に合格。次女も東京女学館へ合格したので姉妹揃って同じ小学校へ通うことになったのです。東京女学館は小中高とエスカレーター式の学校で、12年間の間に数千万円の学費が必要とされています。また寄付は最低でも250万円以上は必要とされているので、よっぽど経済的に豊かでなければ入れない学校、教育熱心さが伝わってきますね。そんな松島さんの夫反町さんですが、過去に近隣住民から訴えられたことがあるそうです。松島さんと反町さんは夫婦仲が良く、子供も幸せそうで世間から憧れる存在でした。実際にその通りで、子供を連れて遊びに行く姿がたびたび目撃されていたようです。ところが夫婦が飼っていたドーベルマンが同じマンションに住んでいた人の太ももを噛み、全治10日ほどの怪我を負わせる事案が発生。マンション管理人が反町さんの飼育責任を問う形で損害賠償支払いの訴えを起こしました。結果的に夫妻は1725万円の支払いを命じられる形に。2013年に報道された一連の流れは大々的に報道され大きな話題を呼びましたね。また過去には稲森泉さんと不倫しているのではないかと週刊誌に報じられ、離婚の危機と噂されることもありました。しかし現在も夫婦仲は変わらず仲睦まじい生活を送っているようですので安心しました。そんな松島さんですが、巷では黒歴史がやばいと話題になっていますね。松島さんの黒歴史について検索するとホステス、彼氏という関連ワードが出てきます。そこで松島さんはデビュー前にホステスをしていたのか調べましたが、これについてはっきりとした情報はなく真相は分かりませんでした。デビューが17歳の時なので、それよりも前にホステスをしていたというのはデマである可能性が高いですね。嘘か誠かは分かりませんが、松島さんはまだあまり仕事のなかった下積み時代、1992年から1994年頃の2年間に高級ホステスとして働いていたという情報もあります。その店を訪れた放送作家の秋元康氏が松島さんを一目で気に入り、愛人として囲い、自身が構成を担当していたトンネルズのバラエティ番組出演が決まったのだとか。松島さんが秋元康さんの愛人だったという噂は以前から出ていますが、根拠となる証拠は一切ないため全ては憶測にとどまっています。松島さんの元彼氏についても調べてみたいと思います。松島さんは反町さんと結婚される前に熱愛報道が出たことはほとんどなく、そのあまりのスキャンダルのなさに事務所の力で揉み消したのではと言われるほどでした。そんな中で唯一熱愛相手として報じられているのが俳優の上川隆也さんです。上川さんと松島さんは NHK 連続テレビ小説ひまわりで共演していました。上川さんが松島さんのマンションを出入りしているところを週刊誌にスクープされ交際が発覚。上川さんは合鍵を使って戸締まりをしていたと報じられ、上川さんはインタビューに対し、いいお付き合いをさせていただいていますと答えたものの、松島さん側は交際を否定していました。反町さんとも共演をきっかけに交際がスタートしていますし、あれだけ綺麗な方なので他にも共演者から口説かれることはあったかもしれませんね。松島さんが最も消したい黒歴史といえば、トンネルズの近未来警察07にでの7隊員役ではないでしょうか。近未来警察07には仮面のリーダーデビルタカマンに続く番組内オリジナルのパロディコントです。毎回ミッションを設け全12話にわたるコント劇を展開していました。タイトルから察しがつくように下ネタ要素が満載のコントで、松島さんは大いに本領を発揮し、下っ端の7隊員は毎回トンネルズにいじられながら
隠語を連発するのが半ばお約束のようなものでした。ネットでも松嶋菜々子最大の黒歴史として当時の画像が公開され話題となっています。日本を代表する女優松嶋菜々子さんの活躍の陰にはこんな下積み時代があったんですね。芸能界の厳しさを感じました。いかがでしたでしょうか。今回は女優松嶋菜々子さんの子供や黒歴史などについてご紹介しました。今後の松嶋さんの活躍にも注目していきたいです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。